うわ、誰だこいつ。ああやばいよ、シックスちゃん起きて。まずいかも。結構壮大なピンチ。ピンチピンチ。ピンチじゃない？じゃあジャンプもできない。こういうことでしょう。あともうちょっと。違う。こういってのこう。よし。いや入った入った。もうまたスライディングして。こっちは？いけない。よし、OK。シックスちゃん、行くぞ。これ助けられない？助けられないね。引っ張っても引きずるだけか。でもどう見てもこれを踏み台にするんだよね。ごめんね。ここら辺かな？奥行き。あ、全然奥行きがちょっと違かった。ここら辺じゃね？ああ、そういう感じね。完全に開かないといけない。行くよ。そんな。これ揺れるぞ。そういうことだろう。やるしかねえのか、これで。もうちょっと、もうちょっと。ジャンプ。よっしゃ、いけた。ああ。あれ？また扉か。登れる？もしかして。ああ、登れちゃえるね。登っちゃえる、登っちゃえる。いけるいける。いけるよ。ほっ。で、もしかしてこれ、またライター。ライターと活躍するんじゃないの？ふぅ。ついたよ。ここは、ここ入っちゃう？あ、落ちた。でもさっきのなんか腕長いやつにバレたら絶対締められるよね。いるじゃん。どうすりゃいいの？どんな感じ？ちょっと見てみたいかも、奥。見れないか？何してるの？え？はい、釣った。え、え、あ！僕らの仲間じゃない？これ普通に言っていいのか？鼻がいいのか？探してる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 。なんで死んだ床なんよ。どうすればいいんだ。見つからない？これで。でも、多分目は見えてないんだよね。あ、見つかった。そんな。どうするのが正解かな。でもあそこに入り口あったね、今。一回気づかせて。でも走ってもまだ間に合わないんだよね。難しいね。悪夢を見たよ。かあ。
一回普通に歩きます。わお。でこれで音を鳴らす。で今必死に探しに行ってるはず。おお、なるほど。あ、見つかったかも。あー、なるほど。怖いね。またか。結構範囲広いな。あて、ここ無敵地帯やな。これバレるな。バレないんだ。どうしよっかね。結構範囲広いな。はいはいはい、ゆっくり行こうね。ねえ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 、範囲広いって。見えないもんな、この奥が。あのねえ、腕長化け物が何してるかが分かんないんだよ。困っちゃうね。相当隠密でいかないといけないね。どう？多分布は大丈夫なんだよね。どこ行った？あ、やばい。ちょっと待って。これはまずい。まずいまずいまずい。帰ってきてた。はい、無敵ゾーン。あもうお帰りください。うーん、この先見れないからな。あ、まだいるな。鼻よすぎやろ。いやー、わかんないな。先が見えないのが一番ダメだね。わかんない。今、きしんだ音が何回かしたから、多分先には行った。で、きしんだ音2回目した。いける。やっぱこの音で反応してるね。あ、結構近いっすね。もう探さなくていいよ。作業に集中してくれ。この中入っとけば大丈夫なんじゃない？ねえ。まだなんかやってるね。作業に戻っていいんだよ。
その戻ろう作業に。さあ作業に戻って。ああバレるんか。いやー神がかってるよ。下しか見てない。下しか見えない感じか。はい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 、戻ろうね。進みましょう。あーこれ絶対音がするやつやろ。怖いな。いけないいけない、音鳴らしちゃいけないよ。まずいよまずいよ。でもこれこういうことやろ。あダメなの、押すことじゃない。じゃあもうちょっと先見ようか。つかめない。多分この扉を開けないといけないんでしょうけど、あこれか。はめて持って、まずくない？この音でバレるよね。危ない。でもバレたよね今ので。まずいね。うわっ絶対バレてんじゃん。怖っ。あー追いかけっこかな、こっから。やだね。やだね、追いかけっこかな、こっから。お、なんか別のエリアに来ました。なんだここ。へえ。まあ、とりあえず降りてみましょう。渡っていっていいのかな？ね。あ、なんか来た、なんか来た。なんかまずそうなのが来たよ。やばい、やばいぞ。やばい、やばいやばいやばい。間に合った。うえい。正体不明のもぞもぞ。なんかおったね。おったおった。うん。ベリーナイトメアにもいたね。そういえばこんな正体わからないもぞもぞが。もぞもぞとまた追いかけっこか。ああ、近い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 。ああ、捕まった。嘘。登れなかった。どこからスタートかな。浮島のところかな。それとも最初からかな。ああ、どこからリスタートかが、恐ろしいね。ああ、よかった、ここで。ジャンプ。この影の途中から出てくる、出てきた、でジャンプ、
で、一回ぶつかるのを見る。ああ、落ちた。やばい。危な。セーブ。よいのよい。よっしゃ、登れた。よし、次どこ？ああ、バックあるね、バック。そこのバックか。走って、ポン！地味に速い。速い、速い。登れた。やったぜ。じゃあな。正体不明の、バケモンよ。さ、奥行くぞ。ああ、嘘。なんで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 。早くない？捕まっちゃった。どうするんだよ。いきなり追いかけっこ。おお。腕長。バケモン目。そこからか、マジか。何か何か持っていくものありませんか？何も持っていくもありませんか？持っていけない。いやー、まずいぞ。確かにあるもんね。確かに降りてくるわ。そりゃあるわ。確かスライディングができたんだよね。こうやって。うんうん。これスライディングでいくんだろうな。早くない？早くない？まだ？これ登ったのが正解やったかな。ここに隠れる感じかな。気づいたから隠れたけど、でも絶対下見ないんだよね。でも上あれよね、開くもんね、こっちが。そうそう、やっぱそうよね。あ、よかった。イエイ、助かりました。ノームありがとう。え、またおしゃれのお人形さん、久しぶり。なんかここ縮んでるね。もしかしてだけど、これ押す？うん、押せるね。なんかここのね、床だけへこんでる。だからこれ一緒に持っていくよ。でこうやったら、ほら落ちた。よーし。でどこ行くんだろう。左？違うね。ちょっとライターつけたい。一回下ろすよ。登る感じかな。登る感じだね。はい。で、あー、上登れちゃうね。でも待って待って。ろうそくあるね、ここ。これろうそくつけれるんじゃない？え、これろうそくじゃない？もしかして。そん。ろうそくに見えてただの光の筋。そういうこと？うん、ちょっと待って。うわー、そこにいるのか。さあ、何が正解かな、これは。うん、向こう行った。あ、渡ってきてる。こんばんはしていいかな。おおお。警戒モードに入りましたよ。でもこれお猿のお人形を鳴らすっていうのが多分あれだな。
そういうことでしょ。そういうことでしょ。ああ、捕まった。嘘。くぅ。でも今のが多分正解だよ。あ、これじゃこれじゃ。ああああ。ジジイ、今回ひらめき、勝ってるよ。ひらめきが、すごいすごい。いやー、ここからか。オッケーオッケーオッケー。でもそういうことだね。いきなり目の前かい。おお、いかがなそう。これ多分ね、大丈夫だね。指突っ込まないね。腕を突っ込まない。最高で、これ拾う。で、鳴らす。人形に引っかかってダメだったんだ。おかゆき。でもこれそっと行くもんじゃないでしょ。上渡れば多分あの腕長化け物はね、多分腕伸ばせないよ。あの車椅子のおじいちゃんと違って上見ないでしょ。ライターの音も聞こえないくらいしね。いけるよ。うん、匂いだね。やっぱ鼻と耳が異常にいいんだろうね。鼻と耳が異常に発達してる腕長化け物。もうちょっと遠くに飛ばしたいね。あ、嘘。よし、登れる登れる。オーケーオーケー、登った登った。あ、これでバレるのか。上ってバレる。あ、結構上までの登れるんだね。まずいまずいまずい。ここここ、これ登るよ、これ通るよ。オッケー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 。はい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 。さすがにここまで腕は伸ばさないでしょう。お、落ちた。なんだここは。壊せそうかな。あ、でもこんな音出したら絶対あれじゃない。ほら来たよ。やば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 。そういうことか。ゴンゴンって言ったからか。あ、やばい、まずいぞ。ほら、バレた。バレてるよ、バレてるよ、絶対バレてる。まずい、まずい、まずい。ここ渡れる？押せない、押せない、嘘。通れちゃったよ。これ上登ったのが正解か。どうなってるどうなってる。いて、なるほど、オッケーオッケー。
本に火をつけようじゃなくて、そう、本はね、財産だから。あ、違う。でもここは多分まだ大丈夫な感じがするよ。ジャンプしたいの、ジャンプ。そう、ジャンプしたいんだよね。よいしょ、ジャンプ。で、これを、こっち登れる、もしかして。登れちゃうんだね。OK。で、なんでピアノつってあるんだろうね。え、なんで？本当になんでだよ。ああ、でもこのピアノに乗るんだろうね。今だ、ほい。で？ああ、そこに乗る感じか。行くか。で、登っていく、登っていく。あー、なんかいっぱい落としちゃってるけど大丈夫？来るんじゃない？え、嘘。怖っ。嘘でしょ。嘘でしょ？これ探さないといけないパターンだ。あ、やばい。まあ、こっち戻ってくるんかい。戻ってきてるね。大丈夫そうかな。怖いな。そこで何してんだ。ちょっと見えないんだよね。ギリギリ見えない。本棚がいっぱいなのか。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。あれは鼻と耳がいいからまずいぞ。あ、いや、バレるんじゃない？怖っ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 。ひぃ、これで音鳴らして、音鳴らして探させる方がいいんじゃないのか。来るか。ここはまだいける気がする。大丈夫。ああ、大丈夫じゃないかも。腕伸ばすか。腕伸ばすね。その間に、何もいませんよ、何もいませんよ、何もいません。私は石、私は石、石、石。よし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 。で、あそこが入り口だな。オッケー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 。帰ってくれ。あー、動かないか、あれから。よし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 、いけた。で、このレバーをどうするんだ。ちょっと周りを、一回、ちょっと周りを見ましょう。
オルゴールかな。はいはいはい。こんなに、あー、どうなんだろう。隠れる場所必要なのかな。多分隠れる場所が必要なと思うんだけど。どう隠れようか。とりあえずちょっと隠れるにはどうするべきかを考えましょう。隠れる場所がないし分かんないな。これで来るんだろうけど、来たね。そういうことだね。把握。じゃあ難しいぞ。難しいな。なるほど、これで扉開いて走って逃げないといけないんだ。これ一回捕まるな。なるほどなるほど。あー、そういう感じか。テレビの音をつけて気になってるうちにあれを持っていくと。なるほど、 OK です。じゃあもうそうなるとこうだね。間違った間違った。押せ、持て。そして私は石となりきるんです。背景と同化します。たぶんあれがテレビ消されたら音でバレちゃうから。音が消される前に、はい、これはバレてるね。来てる？あー来てるね。まずいです。帰ります。まだ来てるか。ドクドク言ってるもんね。でももうここ進むしかないのかな。でこれジャンプでいける？
あ、いけたいけた。よしよしよし。このまま。下はダメそうだしね。なんか別のルートがあったか？いや、なさそう。ここを開けたいんです。押しても開かない。ギーチョン届かない。なんかあったんだろうな。わかんないな。戻ります、一回。でもなんか、いやーでもこう、これを押す？押す感じかな？そうだよね。多分そうだ。引っ張れ。引っ張って引っ張ってで、絶対あのそれには触れちゃいけない。でこうだ。でまた引っ張る。でどうすんだろう。ここまで？いや、もうちょっといけるな。もうちょっと押せる。きっともうちょっと押せるはず。よし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 。で、これであとは、ジャンプ！よし、開いた！うわぁ、なんだ、ここ。木が割れそうですね。大丈夫そう。で、ここ渡る。はい、渡ります。あ、しまった。怖い怖いよ。なんかやばそう。うおー、そんな初見殺しだよ、そんなん。ついに隙間から手出してきたよ。腕の長所生かしてんじゃん。まあ、怖いね。そういう夢を見たんだ。くそ。行くか。まだ大丈夫。ここ。はい。真ん中安心かな。一服一服。え、これ通り抜けないといけない？もしかして。そんな気がしてるね。通り抜けないといけないのかな？通り抜けました。はい。で、またどうせまた次やってくるんでしょ？ああ、もうやってきそう。トントンいってるよ、トントン。トン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 。スライ、え、なんかぶつかった？ダメだ。何にぶつかったかわからない。でも何かにぶつかっていけなかったね。かー、どこからスタート？ここからか。まずい、出遅れた。スライディング。そんなあれ伸びちゃうの？何が正解？これ逃げ回るっていう感じじゃないの？
そのまま逃げ回ってさ、腕が潰れるのを待つって感じじゃないの？違うのか。ちょっとライトをつけて明るく。守ってる？引っ張る感じか？なるほど、引っ張る感じだ。次はどっちだ。もうちょっと動きが速くなったね。あ、引っ張れなかった。なんで？2本あるね。引っ張る場所がちゃんとある。ある。悔しい。目が覚めたらもう一回頑張りましょう。あ、やべ、自分から行っちゃった。ああ。ボタン間違えちゃうんだよね、多分。違う、危ない。で、次そっちか。どっちから来る？こっちからか。よーし。腕をちぎってやったぜ。うう、ビクビクしてる。怖っ。帰りまーす。危機は去りました。シックスちゃんとジジイの勝ちですね。へっ。で、進んでいっていいのかな。おー、腕長の化け物倒したぞ。イエイイエイ。こうやってやられちゃったから4本になったのかな。車椅子のおじいちゃんになっちゃった。そういうこと？そういうことじゃないか、さすがに。よし、じゃあまだまだ脱出していこうね、シックスちゃん。このまま登っていいのかな。登るよ。パッパパーン。あ、落ちちゃうね。これは落ちちゃう。左どうなってんだろうって言っちゃいけなかったわ。2。あ、まあ今日はここまでということにしましょう。よし、腕長は倒したっていうことは、次何長？